ございます。今日はリコチさんとマイサンキューさんの生誕祭です。こちらこそ握手会楽しかったです。ありがとうございました。雨です。ながらね、雨やめしているので悲しいですが、来ていただけたら嬉しいです。昨日の夜からずっと雨降ってます。ありがとうございました。握手会ありがとうございます。昨日ありがとうございました。こちらこそ。うん、楽しかったです。激しくないですよ。何度かループしてくださった方に、そう、手が優しく包み込まれるような感じがする、ふわふわしてるねって言われました。リン、そう、やだー、やだー、ヘビロ。まあそんな感じで、強くはないので何度も言っていますが、みんなちゃんとサワサワはしてこなかったですよ。うん、偉い、偉かったぞ。まあ、ニニニニニ後ろ階段に何かにいらっしゃいました。ニニニニニ、はーって言った時にちょっとキュッて、くって
入れるじゃないですか。その力はそんなにくれたので、ちょっと仕返ししたらってなった。マナー守る人好きですよ。ええー、よーしよしよし、本当に昨日ありがとうございました。マママナーを守ってくださって、よし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 、本当に。ん？あ、ナピちゃんツボし、昨日ねツボしたね。まとめ出し来なかった。公開みんなに公開してるからね今。本当に他の方のとこ行っちゃって。ナオピンのとこには来なかった。あんだけナオピンのところに入り浸ってる入り浸ってるいつもありがとうございます。すいません、そんなこと言っちゃって許してください本当に。昨日はありがとうございました。おはよう直美ちゃんのとこに来たらいいんだよありがとう名前も公開しましたこれさ、よくね自分の配信がね残ったりするんですけど、その時にね多分見返したらティガーさんはナピのまとめ出し来なかったっていうのがね、分かっちゃうんで、すいません。ごめんね、ごめんねうん。さあ、ちょっとお金のことはよくわからないです。昨日はね本当に楽しかったんですよね。握手会初めてでとても緊張した状態で臨んだので、最初の方手震えてたと思うんですけど、震えてたらごめんなさい。なんか緊張だったんですけど、途中からねなんかそんな緊張しなくても大丈夫ということに気づきましてですね、そう普段喋ってる時とほぼ変わんないって感じ。もうちょっとなんか距離が近くなったらあかんなって思いましたね。やっぱり暑い中本当に待ってくださりありがとうございました。野外だったのにね、本当に暑かったでしょう。本当にお疲れ様です。私もね昨日ね日焼け止め塗ったんですけどね、なんか若干焼けてる気がする。やだな。右手がね若干焼けたかな。そう、なんか左手はね全然まだいいんだけど、なんかうん多分右手がちょっと焼けちゃいました。日焼け止め塗ったんですよ。塗って臨んだんですけど、塗ってスプレーしてから臨みました。こちらこそ本当にありがとう。昨日またねお話しかけたくて話そうね。ありがとう。ぜひ。うん、そう、あとは12日しかナピちゃんと握手できないので、はい、普通の話し会ではね、お話し会いつも通りの話し会に戻ります。きっと確かそう。イエス昨日はありがとうございました。握手
なんかどうしても仕事でそれは本当にもう悲しすぎますね。ヤンさんもいたのにね。そう、昨日はね毎回あれでした。ヤンさんと髪型が似ててちょっと嬉しかったです。そう、昨日はナピちゃんこっちのね片耳かけの編み込みだったんですけど、ヤンさんが両耳かけの編み込みだったので、そうちょっと似てる感じで可愛かったです。嬉しい。会議しんどいですね。皆さんも本当にお忙しい中来てくださりいつもありがとうございます。大変な中22日緊張します。絶対緊張しますと思います。はい、きっとするでしょう。緊張はどんなに今回途中から緊張しないといい。めっちゃ可愛かった、嬉しい。頑張ります。みんなとね握手するの楽しかったんで終わりましょうか。みにみにみ、握手しながらお話しする感覚を初めてでした。今まで何もせず私も自由な状態でこうやって聞いたりとか、みたいな感じでリアル話し会とかも聞いてたので、なんか初めての感覚でした。こうやってちょっとニン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 しながら話すの、テストと同じ握手会。テストはのぴちゃん緊張しないんですよ。そう、なんかよし頑張るぞって望んでるので、こんな可愛いこと嬉しい。そう、近くで見たら本当に可愛いみたいな感じで言ってくださった方がいらっしゃって嬉しいです。本当にペコリンのありがとうございます。手の感想、ふわふわしてると、優しく包み込んでくれるがありました。なんかそうですね、2期生さんも1回ぐらいしかやったことがないっていうふうにお聞きしまして、なんかあとで壊れそうとかもありました。折れそうとか、じゃね、指がね細いんですよ。なんか骨が細いの、だから折れそうってよくやります。でちょっと長めなので、長めって言っても普通な気がするんですけど、みんなによく長めって言われます。なのできっと長めなのでしょう。そう、バイオリン頑張ってください。ありがとうございます。
やったらいいの？なんかあれさ、下にあるじゃん。そう、なんかこの私の大体お腹から胸部あたり胸あたりまであって、胸下あたりまであって、そこの下から手を出す感じのところ、なんか どうやってやるのか、もしこうやってやるとしても、こうならまだ分かるけど、なんかあ、こうやってやるの、これを下にすんの、変なの。まあ、あのアプローチしてください。メイクしてないです。今日は朝なのでまだスピンです。いや恥ずかしい、いつものことだけど。うん、手や腕の毛は、うん、燃やす、怖いよ。あー、うん、答えにくい質問だね。まあどちらでも全然大丈夫です。燃やしちゃダメよ間違えた、燃やしちゃダメよ。なんかその剃らなくてもボーってしなくても、どちらでも大丈夫。うん、結婚会見、あ、勝手に左手ね、大丈夫、指輪してないから確かになぜ拾ったし、たまたまね、そう、なんかいいコメントなのかなと思ってなんか変なコメントなのか分かんないけどと思って腕が丸焦げになっちゃう。そう、だいぶ変なコメントでした。15分だったらで終わっちゃうんですけど、だったら教えてください。おはビビ、あ、全然大丈夫、クマみたいな、なんか、あ、何でも大丈夫です。結論、何でも大丈夫。もう過ぎたよ、あ、本当に。あっという間でしたね。握手会が楽しかったっていうことをね、言ってたら、あのちょっとね、グループ握手会は皆さんちょっと気をつけてください。嫉妬案件とかがね増えたりするので、ノアピにこっそり会いに来てくださってる方はなるべく事前に X で今日はこっそりでお願いしますとか、ね、言っといてください。私もあーとか言っちゃうので、はじめましての感じで、あーって感じで、こっそりしたい方は本当に言ってください。私チェックするので、はい。そう、嫉妬案件がね昨日ありまして、ちょっと危ないファンの方がいらっしゃったので言うときますそう、次の12日はマイキューさんとマイサンキューさんと、あと誰だったかな、楽しみ。次もワクワクドキドキ、あれどこ行ったかな、持ち上げてた。昨日はね、愛の重さを披露させていただきました。あれ、どこ行った、
家の中で電話してるうちの家族です。全然、そうそう、先輩隣にいるからね。なので終わります。ありがとうございました。ゆゆさかちゃんこそ。家が大きすぎて、そう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 、あの広いからね、広めなので電話しないとなんか呼んでも来ないから。シリいいぞ。ほい、いい。うらべさんありがとう。なかちゃんさんありがとうございます。セカニーよしぞみさんありがとうございます。ふりてすのすみおさんおめでとうございます。そしてありがとうございます。はい、ちご。ありがとう、またね、バイバーイ、 See you。 ありがとう。Mm-hmm.